これはエデンが作った服なんだけど、好き？それとも私が？ふわ、次に会うのは1万年後だ。人類は必ず崩壊に勝つ。あの人らしいですね。プロメテウス、聞いてますか？はい。あとどれくらい時間がありますか？万物休眠は1時間27分後に実行されます。は、将来この道場をお前にやるよ。プロメテウス、聞いてますか？はい。時間はあとどれくらいです？万物休眠は1時間13分後に実行されます。自由時間がありますが。いりません。おやすみなさい、プロメテウス。Thank you.
目標。えい、封印があります。やっほー、すごいですね。ん？たった2日間であなたの前に現れた真印は過去500年の数を超えてます。聖英の友人だと言われた時は半信半疑でしたが、今なら確信できます。きっとあなたは彼女にとって大事な人なのでしょう。心、それは最も理解しがたいもの。人はそれを知り、使い、試し、支配する。しかし真に理解した者はどれくらいいるのでしょう。人を知るのはたやすいが、自分自身を知るのは難しい。何でもありません。ただの独り言です。遅くなりましたね。歳ぞよ、歳。そちも数千歳であろう、世話しなくする必要はないぞよ。仕事と休養はバランスよく取るぞよ。公開は休みませんよ。そんなことないぞよ。崩壊とて毎日やってくるわけではないであろう。ここ数年我らが見た妖魔は小物ばかりで、本物の崩壊はまだまだぞよ。崩壊に染まったものは消さないといけません。大小関係なく徹底してやります。人類を甘やかしすぎぞよ。それは彼ら自身が解決するべき問題ぞよ。つきましたね。我の話を無視するでない。すみません。こちらに妖魔が現れたことは。ご冗談を。この村は数百年間、あやかしの類など現れたことないぞ。村の人は何て言っておった？妖魔を見たことがないと。しかし、この近くから妖気を感じます。強そうか？いいえ。普通の崩壊エネルギーです。
しかし距離が近い割に村人たちが何も言わなかったのは何か裏がある気がします。きっと我らが探していた大妖獣ぞよ。油断はできません。念のため探索しておきましょう。行きましょう。出発です。行きましょう。あ、このゾンビ鎖でつながれておるぞよ。精鋭、なんか怪しいぞよ。誰かがゾンビを鎖でつなげたようです。果物と肉。まだ。待って、殺してはならぬぞよ。どうしてですか？怪しいと思わぬか？ここに閉じ込め、殺さず食べ物を与えておる。何か裏があるぞよ。調べてから殺しても遅くはないぞよ。必要ありません。すでにゾンビになった彼女は元に戻れません。ゾンビは災いです。いずれ消すことになります。それでももう少し待てぬか。復帰さん、いつも私が崩壊の産物を倒すのを止めますよね。そっちの戦う姿は好きではないぞよ。冷酷で恐ろしいぞよ。他のことなら従いますが、今はわがままを言っている場合ではありません。せめて村の人たちに聞いてからはどうぞよ。事実を把握してから殺しても遅くはないぞよ。出発です。裏山に向かったのを見た子供がいてな、はあ、裏山にいるあれを見たのか？ええ。殺してはおらぬぞよ。何があったか教えてほしいぞよ。話せば長くなるが、あれはもともと凛さん家の嫁さんでな、先月何があったかわからんが急に妖怪になってしまったんじゃ。まず旦那に怪我を負わせ家を飛び出した。幸い村の若造たちが彼女を捕まえ裏山に連れて行ったおかげで怪我人は多くは出なかった。悪いことをする人ではない。家族だっておる。どうか彼女を救ってやってくれぬか。あんな状態になった彼女を戻す方法はありません。今彼女に与えられる最大の情けは安らかに永眠してもらうことです。そんな。どうか命だけは奪わないでほしいんじゃ。お嬢さんは妖怪を退治しに来たの？いいえ。でも見たからには見て見ぬふりはできません。凛さんの嫁さんに一体何があったの？ここ数日私が彼女の代わりにこの子の世話をしてるけど大丈夫なのよね？安心してください。村に邪気はありません。この子も何ともありません。
それならいいけど。かわいそうな子ね、まだ幼いのに。父親は体が不自由になって母親もいなくなるなんて。行きましょう。お嬢さん、もしかして仙人じゃろうか。お、知っておるのか。すまぬ、ここは田舎でな、誰も仙人に会ったことがないんじゃ。わしも仙人様のお姿を見て、祖父から聞いた話を思い出し行ってみた次第じゃ。そこまでかしこまらなくて大丈夫です。話したいことがあれば聞きますよ。どうかあの娘を成仏させてやってくれぬか。今助けてほしいと言ったのはそちぞよ。先ほどは皆の手前言えなくての。それに彼女の旦那や子供に知られたらきっとわしを憎む。しかし彼女はすでに妖魔になった。生きていても苦しいだけじゃ。こうして鎖でつないだのもいい方法ではない。みんな本当は怖がっておるんじゃ。いつか彼女が鎖を振り切ってまた村に戻ってくるんじゃないかと。わしらは凡人、妖魔の相手は務まらぬ。しかし今日は仙人様がいらっしゃる。きっと神様がわしらの願いを聞いてくださったからじゃ。少し考えさせてください。出発です。妻は元に戻りますか。残念ながら。行きましょう。復帰さん、こういったことは至るところにあります。感情に左右されて災いを残すわけにはいきません。そっち、もう彼女を成仏させると決めたのか。他に選択肢はありません。出発です。崩壊などなくなればよいぞよ。なぜいつも現れて人に害をもたらすぞよ。そうですね。せっ、復帰さん、怒ってますか。怒っておらぬ。ただ悲しんでおるぞよ。あのゾンビのせいで。いや、聖衛、そちのためぞよ。我が作られた時、彼女たちに言われたぞよ。聖衛には使命がある。冷酷で無情な使命ぞよ。はっきり言うと、我らはこの件が気に食わぬぞよ。彼女には彼女の人生があって、彼女の選択があるぞよ。しかし、すべては決められたことぞ。誰かがそばにいないと、彼女はその使命に向かい続けるぞよ。そういう人ぞよ。ゆえに、我らはソチを作ったぞ。しかし、我らはソチに指令を与えぬぞ。我らは上の命令を裏切ったぞよ。だから他人に言うことを聞けとは言えぬぞよ。
ソチ、自分の目で精鋭を見ると良いぞよ。冷たく見えるが、とても優しい人ぞよ。きっとソチも彼女のことを好きになるぞよ。そうなったら我らと同じ決意をすることを願っておるぞ。そうでなくとも良いぞよ。我らのことは気にするでないぞよ。精鋭のことを頼むぞ。頼むぞよ、復帰の書。彼女たちは命令に違反してソチを戦場から遠ざけようとしたぞよ。我も頑張ったぞよ。ソチの鍛錬を邪魔して都政の羽を使うのを止めて人々に近づかせるように我は様々な方法を考えたぞよ。我にできるのはそれしかないぞよ。がっかりさせましたか。いな、ソチが誰かをがっかりさせることはないぞよ。ソチは他人のためにいろいろした。みんなそれを知っておるぞよ。我は自分自身にがっかりしたぞよ。我らの期待でソチの使命を邪魔して博士の計画を壊して大事でないことをソチに覚えてほしかったが。できなかったぞよ。すみません。謝る必要はないぞよ。ソチと一緒にいて我は楽しいぞよ。永遠にソチのそばにいてやれないのは残念だが、千年の時間は長いが我にとっては物足りぬぞよ。いつか我のバッテリーは破損してメモリーも冷たくなり我は長い眠りに落ちるが、ソチから離れることはないぞよ、精鋭。我は待つ。ソチを救う人々が現れるのを待つぞよ。ソチが世界のために自らを犠牲にしようとしても、きっと世界よりもソチを大事に思う人が現れるぞよ、精鋭。ソチは一人ぼっちではないぞよ。わからない。彼女がブローニャたちに残したものでしょうか。私たちに知ってほしいのかもしれないね。やってみる。はい。反映されています。なんで今までは見ることしかできなかったのに。違います、キアナ、忘れたんですか。昔委員長が羽を使ってブローニャたちと会話した時もこういった状況でした。まさか。聞こえないみたい。ついていきましょう。スイ、どうしてあなたがここに。他のみんなは。師匠。師匠のことが心配だったからでしょ。
師匠が山を降りてから彼女は毎日ここで待ってたわ。そうよね。師匠、もう遅いし、まずは院に戻りましょう。彼女たちの師匠を殺そうとしてる。あなたたちはそれを止めに来たのよね。何言ってるの？ブローニャたちが見えてるんですか？目に映るものが真実でなければ、これが墨染め粉。私たちを攻撃してきたんだろう。この思い出はどこかおかしいです。今弟子たちが師匠を殺すって言ってたよね。ここは500年前退去七賢が委員長を殺したあの夜ってこと？羽はブローニャたちに歴史を変え委員長を助けてほしいのでしょうか？わからない。とにかく彼女たちについていこう。師匠は一番大事な存在。他の命と比べられるものじゃない。でも師匠に彼女を殺させるわけにはいかない。いかないの。せっかく手にしたチャンスよ。もういいよ、円慶。これが運命だと言うなら。すべてを静寂に戻しましょう。風星よ。この落ち無尺は探せないわよ。これはただの幻。そうでしょ。嘘なら本物に偽装する必要。来たのね。すまない。お前たちはここで泊まることになる。あんたたちは運命を変えたい。私たちだってそうよ。可能であれば俺たちだって戦いたくなかった。始めましょう。
く見てなさい。これが無双よ。弟子たち退去し地検。500年前彼女たちが委員長を殺した。彼女たちから委員長に対する憎しみをブローニャは感じません。ううん、あるよ。かなり希薄だけど憎しみを感じる。でも私が間違えてたかもしれない。あの憎しみの相手は私たちでも委員長でもなく、むしろ彼女たち自身を憎んでるように感じる。キアナ、委員長の弟子は7人いるんですよね。でもさっき現れたのは6人。あと1人、この普通運院にいるのかもね。心の準備を。うん。私たち戻ったの？何があったの？あの屋敷に。ブローニャの視界は真っ暗になって、気づいたらここに戻っていました。おかしい、おかしすぎるよ。何なのこの羽。残した人に聞くしかありませんね。
はい。でも少し違う気がします。今まで触れた羽と違います。やってみますか。それとも見るよ。ジョウ、これから南海に行きます。あなたも一緒ですので荷物をまとめておいてください。あ、わかりました、師匠。南海にまた妖獣が現れたんですか。心あらずですね。どうしましたか。南海は遠いです。こんなに長くここを離れて、みんなは数名がいます。心配ありません。彼女はただ他のみんなよりも早く弟子になっただけで、まだまだ子供ですよ。元凶もまだ幼いし、水の病気もまだ治ってませんし、遠慮だって。行きたくないのですか。私は行きます。南海に着いたら両親の墓参りに行きたいです。ええ、師匠、南海に一体何があったんですか。何もありませんよ。あなたと同じ、私も友の墓参りをしに行きます。何を買ったんですか。墓参りの供物と元凶にあげる木の人形、水に字を教えるための本、あと遠女へのおしろい。数名へのお土産、それからこれは師匠へのものです。この村を覚えてます。数年前、師匠が私を大巨山に連れ戻した時、一度ここで泊まりました。そうでした。忘れました。すみません、師匠。海に出てくれる船はこれだけです。ここで一晩泊まることになります。構いません。ありがとうございます。どうして礼を？私を両親の墓参りに連れて行ってくださったからです。長羽、私の目的地も同じ場所です。すみません、師匠。時間を取らせましたね。いいえ、大丈夫です。師匠の友人のお墓はどこでしょうか。供物を置いてきます。紺は宮殿に昇り、白は宮地に落ちる。それが信州の古い習わしです。しかし私は知ってます。
死んだ後に魂魄はもうありません。彼女たちは戻ってきません。師匠の友人も、旧友のものですか？いいえ。旧友は死友の復活を願っていて、私の友人は邪獣を倒すことしか考えていませんでした。彼女たちは同族ではなく、敵同士でした。死友は天地神器が集まって生まれた妖獣です。それが誕生したとき、南海は破壊され、私が戻る前に、彼女たちは死友と戦い、死にました。約20年前、旧友の者は再び邪術で死友を復活させようとしたため、私はそれを止めるためにここに来ました。蝶羽、あなたの両親は私のせいで死にました。私が憎いですか？私の両親は、妖魔になったんですよね。きっと、両親にとって死は、最良の結末です。ええ。これでいいのです。行きましょう。妖魔になった者は、本当に助からないのでしょうか。みんな悪い人じゃないです。自分の意志で、妖魔になったわけでもありません。どうしてこんなひどい目に遭わないといけないんですか？四番弟子、遠女も悪いことをしてません。もし彼女が妖魔になったら、私たちは。蝶羽、この件に関してはどうしようもありません。師匠、遠女を見逃してもらえませんか？彼女はもう手遅れです。蝶羽。凛蝶羽、彼女も委員長の弟子だったんだね。彼女が一番弟子、退去七賢の中で唯一現れなかった弟子。キアナ、問題はそこじゃありません。大事なのは、彼女がなぜ退去山にいるかということです。なぜ500年前の人間が今の退去山にいるんですか？ここに何があったか、なんとなく理解したかも。私たちがこの山に来てから、何もかもがおかしかった。ここも委員長が見せた退去山と違うし、崩壊エネルギー濃度も異常に高い。あの羽たちも委員長の羽とは違う。それから凛蝶羽、500年前の人間である彼女が退去山に現れて、私たちと出会って真因を探せと私たちに言ってきた。罠です。ここは本当の退去山じゃない。ここは、どこなの？それに、一体誰が？凛蝶羽が残した羽です。もう一度言ってみよう。
真相はきっとこの羽の中にある。これはただの記憶。そうよね。私は死んだのね。私は死んだ。ねえ、どういうことか教えてくれる？私は死んだ。私、死んだんだ。攻撃してこなかったね。この羽に変化があったみたいです。暖かくなりました。死ぬべきものは最後やっぱり死んだ。生きるべきものは生きている。それでいいんじゃない？ありがとう。え？死を止めるのはたやすい。しかし一人を生かすのはとてもとても難しい。だからきっとあなたはいい人なのね。来たのね。この山を登った先、物語の終点で、あんたはあんたの欲しいものを見つけるわ。彼女はそこで待ってる。林長羽のこと？いや、精鋭のことだ。今師匠にも大事な人ができたわね。ずいぶんと遠回りしたけど無駄じゃなかったわ。これでいいんだ。委員長が山の上で待ってるって。私の気分みたいに晴れてる。